住紳一郎の日曜天国。おはようございます。時刻は午前10時になりました。9月9日日曜日、安住紳一郎の日曜天国、アシスタントの中澤由美子です。今日は安住さんが夏休みということで、私が進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。いや、緊張していますね。深呼吸が必要ですね。はい。今日のお天気は、今晴れているところも午後は曇ってくるということですが、すでに赤坂では気温28度もありますからね。まだまだ夏の残りが引っ張ってるという感じですけれどもね。にわか雨や雷の可能性もあるということですよ。気温はこれからまだ上がりまして、予想最高気温は東京30度です。そして明日明後日にかけて変わりやすい天気が続くということです。いや安住さん、夏休み今頃何をなさっているんでしょうかね。もし聞いてたら面白いメッセージなど送っていただければと思うんですけどもね。きっとそういうことはないんじゃないかと思いますが。私はではオープニングトークをしちゃおうかな。私も実は先週のオンエア後、自分で夏休みを設定いたしまして、沖縄に行ってまいりました。ちょっとした夏の、最後の旅行をしてきたわけですけれども、毎日沖縄はよく晴れて、海の瑠璃色も見事で、この景色忘れないように心に留めておこうと思ったりしました。なんかこうね、暑かった2007年の夏ももうこれで思い残すことはないなと、なんかセンチメンタルな気持ちになったりしましたけれども、夕日が沈むのをのんびり眺めたりしてきましたよ。先週はね、台風が日本列島を通り過ぎて大きな被害が出ました。お仕事に影響があったり、皆さんも夜激しく風が吹いて眠れなかったりしたんじゃないかと思いますけれども、台風が過ぎた後は憎らしいくらい昨日もよく晴れて暑かったですよね。夜は虫の声も聞こえますし、日は暑くても朝晩窓を開けるとやっぱり9月かなっていう感じがしますけれどね。はい。沖縄に参りましても私海のスポーツとか徹底的にしないんですよね。20代の初めぐらいからこうあんまり日焼けしないように気をつけているうちに、本当にこう体質がもやしっこみたいになってしまいまして、ちょっと南国でうっかりしてると肌が露出している場所はもちろん、腕の付け根の裏とか、なんでこんなとこっていうところがものすごい赤く湿疹になったりするようになって、ずっと旅行の楽しい間中痒くて痛くて、帰りの飛行機でも乾燥してもうたまらんっていう感じで、東京に帰ってきてから皮膚科に直行っていうことが何年か続いたので、もう海はやめようということにしましてね、今回も海は眺めるだけでインドアな活動をしてまいりました。何をしていたのかと言いますとね、お付き合いいただいていいですか。主に3つあるんですけれども、まずは噂の美ら海水族館に初めて行ってまいりました。はい。ジンベエザメをね見てきました。魚類最大っていうことと、それをこう収容する巨大な水槽ですか、それを作った日本人ってすごいっていう、ギネス公認の噂のジンベエザメですけれども、テレビなんかでねそのドキュメントをご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、夏休みということもあり本当に大人気で、台湾からの観光客なのかな、大きな声で中国語がすごい飛び交って、むしろ日本人が劣勢なんじゃないかっていうぐらいな中、じっくり長居してきました。美ら海水族館のジンベエザメですね。あれ5メートルから8メートルですか、ものすごい巨体なんですよね。どんな餌食べるんだろうと思うじゃないですか。大きな水槽に他のちっちゃい魚も一緒に入れちゃって大丈夫なのかなと思って、これを食べちゃうんじゃないかと思ったんですけど、何だと思います？食べるものはね、ちっちゃいエビなんですよ。オキアミとかそういう本当に数センチの
どの他のどの魚よりもちっちゃいやつ餌を一番巨体のジンベエザメが食べるんですよね、うん、本当は海を泳いでる間はそんなエビなんて高級なもんじゃなくてもうプランクトンでいいんですって。こうぐわーっと水と一緒にプランクトンを吸い込むんだそうですけれども、でそのジンベエザメ水平になってもちろん泳いでるじゃないですか、水槽の中を。でもあの餌を食べるときには垂直になるんですよ。8メートルの巨体が水平から垂直ですよ。でこう口が水面にパクパク開いてね、一見の価値ありだと思いました。あとはその夏休みに人が多いからそのジンベエザメの餌やりショーが始まりますっていうと、水族館の隅々から集まってくる人間の多さが見ものですよね。あの餌をこう飼育員の人がさあいよいよって言って与えると、みんなのこうおーどよめくんですよね。おーってこうああいう時の人間はどうして低くどよめくんだろうなと思うんですけど、おーって言いながらフラッシュがパパパパパパってこうなって、はい、人間観察も面白かったです。あと駐車場ですよね。駐車場はあのもう日本レンタカーの車庫に迷い込んだのかっていうぐらい、あの見事に片っ端から全部わわわわわわってわナンバーなんですよね。うん、徹底的にレンタカー、あ違うこれは違うって思ったらもうタクシーの運転手さんがお客さんを待ってる車で、あでもうわわわわわわか、しかもこう南国らしくカラフルな赤とかあのカラシ色とかのレンタカーがあって、東京だとシルバーとかメタリックブルーが多いですけどね、うん、その辺も発見でした。それからやったことはシーサーを作りました。シーサーですよ。あのもちろんあのシーサーといえば獅子の置物ですよね。沖縄にあの各お家の魔除け守り神ですか、屋根や門中にこう対になって置いてあります。口を閉じてる方が女の子で、ふわっと開いてる方が男の子なんだそうですけれども、今沖縄行きますとシーサー作り体験しませんかという看板があちこちに出ているので、あの私も涼しいのが大好きなのでね、それに申し込んで入ってやったんですけれども、難しかったですよ。皆さんシーサーの顔を思い浮かべてください。イメージではね分かりますけど、具体的にどうでしょうか、いざ作るとなると、あのあれ眉毛どうなってたっけとか、あれ縦髪はどこから生えてたっけとか、ヒゲはとか、そういう、まあ、細かいパーツはもちろん目鼻口っていう主要なパーツもすっごい心もとないんですよ。それで、まあ、いっぱいこう丸めてみてくっつけて、あなんか違うなと思って外してもう一回こうやってみてくっつけてって、こう何回でもうやってる時間かければうまくできそうなんですけれども、これがね粘土がものすごい乾きやすいものでして、あのポロ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 してきちゃうんですよ、何度もコネコネしてると。あの沖縄のね爽やかな暑い空気がで乾燥するっていうのも余計あるでしょうし、あと先生もスピード勝負ですよってすごいこうせかすし、手がもうなんか土がついて埴輪みたいになってくるし、あんまりね時間をかけられないままにこう、もう目これでいいや鼻これでいいやってつけてるうちに、結果的になんかこうすごく納得いかないパーツの集合体みたいになってしまったんですね。うん、で私のはなんかこう受け口のねちょっとしゃくれた感じのシーザーになってしまいまして、下顎がこう出てるんですよ。愛嬌はねあるんですけども、ちょっと残念な感じで、あの作る前に、素人の皆さんが作ってこう焼きを入れる前に乾かしてるシーサーがいっぱいこう置いてあって、あそれ見て、あ私の方が多分うまくできんなとか思ってたんですけどね、とんだ思い上がりだったなと今で思います。でも、うん、2時間もねドローと、ドローと戯れることってあんまりないですから、無心になってよかったですよ。2ヶ月後に焼いたのが届くそうなので、ね、とっても楽しみです。はい、そして、沖縄紀行の3つ目はですね、やっぱり日天のリスナーとしたらですね、沖縄といえば今闘牛ですよね。闘牛、安住さんが3週間前ですか、熱く語っていらっしゃいましたけども、高校野球よりも地元紙を熱く飾るという紙面を割いてというね、
これはぜひ見てみたいと思いまして、あの見てみたいじゃないですか、1000キロ級の牛がぶつかり合うってい こう角同士、あるいは腹をつついたり、そして野球選手のように牛のトレードも行われるという。はい、八方手を尽くして調べたんですけれども、あのシーズンがあって9月に入ると試合があるのは土日だけなんですね、うん、で日曜日は1時からとかなんですよね。だからこう日展をやってから沖縄に飛んだら絶対間に合わないわけでして、今回もそのいわゆる競技でやって公式な、試合は諦めざるを得なくて、まあ、観光牧場、観光目的でやっている闘牛場なら見れるかなと思って、もしかしたらと思って行ってみたんですよ。実際に足を運んでみました。そしたら おじさんがいて、でもふんみたいな感じで、団体さんじゃないと見せられませんよそんな少人数のために、やってたら割が合わないでしょみたいなことで言われましてですね、シッシーみたいな感じでこう牛を追い払うがごとこう追い払われてしまいまして、ねえすごい不愛想だったんですよ。まあでもね、そう、獰猛な牛を戦わせるぐらいの、それを取り仕切るぐらいの方だからね、そういう荒々しい感じじゃないとやっていけないのかしらとか思ったりして、なので、はい、諦めました。いつかね、機会があったら見てみたいと、次の機会に期待することにいたしました。はい、皆さんぜひね行く機会があったら教えていただきたいと思いますよ。はい、そんなわけで私の夏は終わりました。9月も気づけば9日、来週から中旬に入ろうという、頃ですからね、なんかこう新たなモードに皆さんこうギアチェンジしてるんじゃないかと思いますけれども、今回は1週だけ主のいない日曜天国にお付き合いいただきたいと思います。はい、それでは今週のメッセージテーマに参ります。こちらです。もったいない話。今日もたくさんのメッセージをいただきました、ありがとうございます。まずは北埼玉郡のマロンタルトさん、44歳女性の方からいただきました。常々私がもったいないなと思っているのは、スポーツジムなどで皆が汗して漕いでいるあの自転車、エアロバイクっていうのかな、あれただ漕いでるだけなんてもったいないと思いませんか。わざわざ負荷までかけて発電装置をつけて漕ぐたびに電気を作れるようにすればいいと思うのです。漕いだ距離が出るのではなく、作られた電気量や料金が出るようにしておくと、漕いでいる人はよし今月の電気代分を漕ぐぞと頑張れるし、ジムの電気料金がその人たちの電気で賄えたらジムも助かりますよね。いいと思いますか、いいと思いませんか、ということです。本当にこれはいいアイデアだと思いますよね。目の前のテレビが自分が漕いでる時だけつくとかね、そういう設定にすればみんな必死になってやるように思いますけれどもね、ちょっと弱まってくると画質が乱れるとかねとってもいいと思います続きましては群馬県大浦郡のバタバタさん、27歳男性の方からいただきました、ありがとうございます。もったいない話ですが、私はガソリンスタンドでレギュラー満タンと言えません。最近ガソリンが高騰しているのもあるのですが、いつも20リッター入れるようにしています。満タン入れるよりも少しでも軽くなるし、何より窓ガラスを拭いてもらえる回数が増えるからです。いいですね、確かにそうですよね。あ、まだ続きがありました。しかしあの人いつも20リッターだよとか、そのうち10リッターになるんじゃないのかなんて思われてそうで、気になります。あ、でも同乗者がいるときは満タンって言っちゃいます。ああもったいないありますよね、ちょっと見栄を張っちゃってね、ああもったいないことしたなっていう。はい、ありがとうございます。続いては、川崎市のつくね坊さん、中学2年の男の子です、男子です、ありがとうございます。僕が通っている学校の食堂ではうどんやそばを頼むと卵がタダでついてくるんですが、今までずっと有料だと勘違いしていて、食堂のおばさんに卵いる?と言われても、お金のない学生何言ってんだと心の中で怒りながら、いりませんと堅くなに断ってきました。しかし先日友人に、お前卵嫌いなの?と聞かれたのをきっかけに、卵がタダであることを知ったのです。本当に悔やまれますそうですね、これね、タダだと知ってれば頼んでたのに、有料だと思うから断ってたんだよっていうありますよね。
可愛いだはい、メッセージ本当にありがとうございます。改めまして今日のメッセージテーマはもったいない話、皆さんからのメッセージお待ちしています。番組にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名の方に、何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出、安住さんも愛用している日展オリジナルノートをプレゼントいたします。そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集しています。メッセージにはリクエスト曲も書いてお送りください。今日の1曲目は、私は先日誕生日を迎えました、9月生まれの私は秋を感じるこの月が大好きです、というリクエストいただきました。所沢市のまゆみさんから竹内まりやさんです。セプテンバー。